レナルトメリ、レナルトゲオルクメリ、1929年3月29日から2006年3月14日は、エストニア共和国の政治家、作家、映画監督、エストニア独立運動の指導者として活躍した後、1992年から2001年まで、同国大統領を務めた。1929年3月29日、タリンに、 エストニア人の外交官で、シェイクスピアの翻訳家であった、ゲオルグメリの子として生まれる。早くから外国で学び、いくつもの学校を渡り歩いた。その過程で、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、英語を習得し後の外交家としての基礎を形成した。1940年独ソ父家新条約の付属秘密議定書に基づき、エストニアがソ連に併合された後、 1941年から1946年まで多くのエストニア人、ラトビア人、リトアニア人同様家族と共にシベリアに流刑となる。メリは樹木伐採労働者として厳しい労働に従事した。この流刑中にシベリアの少数民族の言葉に触れ、それらがエストニア語に近いフィンゴール語派であったことから、これらの諸言語の民族的、文化的研究が メリの生涯を通じてのテーマとなる。1946年にメリ一家はシベリアからエストニアに帰郷した。1953年にタルト大学歴史、言語学部を優秀な成績で卒業し、クムラウでの称号を得る。しかし、ソ連の政治体制の中ではメリは歴史学者の道を選択することはかなわなかった。エストニア最古のに、 劇作家の職を見つけたが、後にエストニアラジオに勤務し、放送劇のシナリオライターやプロデューサーを経て、映画監督となる。そして制作した映画のいくつかは、国内で高い評価を受けた。1958年、ベリは中央アジアに旅行し、天山山脈、カラクム砂漠などを訪れた。旅行後に、最初の著書を表し、広い読者の共感を得た。 父ゲオールグがソ連当局によって三度目の逮捕を受けるが、ベリは著作によって収入を得ることができた。しかし生活は苦しく、タクシー運転手をしていた弟の援助によって一家は生計をてて、ベリは研究を終えることができた。映画、銀河の風はフィンランドとハンガリーの協力で撮影された。ソ連国内では上映禁止となったが、 ニューヨーク映画祭で銀メダルを受賞した。メリの映画や著作はフィンランドの学校で教材として使用されるようになった。1986年にヘルシンキ大学から名誉博士号を受ける。1963年にはすでにエストニア作家同米会員。1970年代にはフィンランド文学協会名誉会員に衰退されていた。1964年。 カムチャツカ半島の記録映画、火の山脈の大地へ、を制作した。この映画の撮影スタッフには、地質学者、植物学者、写真からも参加した。また、メリは、気候文もものし、1974年に、北極光の門で、を表して、ソ連国内でも高い評価を得、1977年に、フィンランド語に翻訳されている。当初において、メリは、 歴史的視野に基づいて、現代を展望し、ジェームズ・クック、ヨハン・フォースター、フェルディナント・フォン・グランゲル、ダール、ゾイエル、アレグザンダー・フォン・ミッテンドルフ、その他の探検家を題材として扱っている。1976年、メリの最高著作との評価を受けるを表した。当初の中で、メリは、エストニア並びに、バルト海沿岸諸国の歴史の復元を試みた。そして、 エストニア語が含まれるフィノンゴール語派、バルトフィン書語について、そしてエストニア人とフィンランド人、そしてハンガリー人、マジャル人の言語的親和性に、つい研究を進めた。1988年、ヨーロッパとの文化交流やエストニア人学生の外国留学を目的とした、非政府系民間学術機関、エストニア研究所を創設した。 1970年代になってソ連政府はおよそ20年ぶりにメリの出国を許可した。メリはフィンランド旅行を西側諸国にエストニアの存在を再認識させるべく粘り強く活動し政治家、ジャーナリスト、亡命エストニア人と関係を構築した。エストニア人として最初にソ連政府の臨海石膏業計画に反対を表明した。こうして エストニアにおける環境保護運動はソ連からの独立運動へと展開する。1988年にはエストニア人民戦線が結成され、ベルは創設委員の一人に名を連ねた。エストニアはバルト三国を構成するラトビア、リトアニアと協力し、独立運動を加速させていく。1990年にエストニアで自由選挙が行われると、 外務大臣に就任した。同年5月エストニアは独立回復を宣言した。外省としてのメリは CSCE 全欧安保協力会議に出席するなど、ヨーロッパへの接近を念頭に置いた外交を展開した。1991年ソ連8月クーデター失敗後、エストニアを含むバルト3国はソ連から完全独立を獲得した。メリは中フィンランド大使を経て、 1992年、エストニア大統領選挙に当選し、2期務めた。大統領としては卓越した外交感覚で、ヨーロッパ諸国への接近を推進するとともに、エストニア国内のロシア人にも配慮し、ロシアとの前輪関係を維持したほか、民族間の対立回避のため、民族問題円卓会議を設置してこの問題の処理に努めた。 2005年から足に血栓が見つかり、闘病生活を続けていたが、2006年3月14日にタリンで死去した。東欧革命による混乱で、中央、東欧などからドイツに流入した難民や民族浄化の被害者の人権保護に従事し、フランツベルフェル選考委員の一人として活動した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。